どうも、くにさんです。今現在私がいるところはね、北海道の新千歳空港に来ております。久々ですね。私ね、前回来た時はですね、2020年の7月に来ましたので、今日はね2021年の5月の14日になります。だいたいね10ヶ月ぶりの北海道になります。なぜね私が新千歳空港に来たかと言いますと、旅行にね来られる方はですね、空の玄関口、この新千歳空港をね利用する方が多いかと思うんですけども、まずね次の映像を見てください。はい、こちらの絵はですね、東急エージェンシーさんの全国航空乗降客数一覧という形になってますね。それで第5位にね、この新千歳空港がランクインしてます。国内線で2000万人、そして国際線ですとだいたい387万人と、かなりねこの新千歳空港を利用されている方が多いという空港がわかりますね。ちなみにこれはですね2019年のものになります。去年の2020年はですね、コロナ禍という状況で旅行が好きな方でもですね、やっぱり旅行行かないっていう方もね、そういう方が対象外とかになってしまうので、コロナ禍で旅行に行けない方も含めたいという形ですね。それで2019年のねデータを利用させていただいております。そこで一番注目してもらいたいのはですね、国内線の欄ですね。これが2000万人でして、1位がね一番上の羽田空港なんですけども、国内線で見るとこの新千歳空港が日本で2番目にね国内線乗降客数がね多いという空港になっております。なのでね、私はね今回この全国2番目にね国内線が多い新千歳空港を選んだという形を取ったんですけども、北海道といえばグルメという形なので、新千歳空港にね来られた方が、まあ飛行機を降りてまずね北海道に着いたんだから、なんかグルメ美味しいのここの新千歳空港で食べていこうと、もしくは帰りのね便で最後ね北海道を去る前になんかね北海道の美味しいものを食べて飛行機に乗って帰ろうと、まあそういう方もね多いこの空港だということなので、じゃあねこの新千歳空港のグルメ美味しいのはどこなんだろうっていうところをね考えまして、今回新千歳空港食べログトップ10をねやっていこうと思っております。他の YouTuber さんはなんかですね、ここのお店美味しい、ここのお店美味しいという形でやってるんですけども、それだとね YouTuber さん自体のね好みという形になってしまいますので、私はねこの食べログを使いましてトップ10をねやっていこうかなと思っております。動画としてはね2本立てでやっていこうかなと思ってます。トップ10なので、まあ10件動画を撮影をしてね全部載せてしまうとかなりね長くなってしまうかと思いますので、今回のね映像は10位から6位までで、次回の動画は第5位から1位までの動画で、それで2本ですね。はい、そういう形をねしていこうと思います。それで撮影の方はですね、10位から12ね9位8位7位っていう形の撮影は今回ね私のスケジュール上そういう形は取らないので、バラバラにね撮影をするような形になるので、服装がね10位から9位に飛んだら服装が変わってたとか、そういう形はね別の日に撮ってたっていう形なので、ちゃんとね動画の方はね10、9、8、7という形でご紹介をやっていきたいと思いますので、そこの点はねすいませんがご了承ください。それではねお店の方第10位の方から行ってみましょう。はい、10位はですね、ここテイストリーナッフルさんですね。はい、今回はね定番のチーズオムレットをね買ってきました。それではね中身の方ご紹介していこうと思います。はい、開けてみますとね中身はこんな感じになってます。いやー美味しそうでしょこれ。それじゃあねまず1個ねちょっと開けてみますね。はい、開けてみたらねこんな感じです。もうねすげえこうプニプニして、うん、オムレツ、オムレットっていう感じだから、オムレツみたいにこうふわふわしてるんですね。ほら、めちゃくちゃ柔らかい、ちょっとプリンを硬くしたような感じです。はい、それではねいただきます。ふわふわ、チーズ感すごい濃厚でめちゃくちゃ美味しい。はい、次のお店はですね目の前にある
北海道ラーメン道場さんの中にあります。次はねラーメンです。はい、このラーメン道場さんはねこんな感じでラーメン屋さんが入ってるんですね。果たしてどこのラーメン屋さんなのか、それではね中に入っていきましょう。はい、今回のお店はこちらになります。アジサイさんになります。それではね店内に入ってラーメン食べていきましょう。はい、まずはねメニューこんな感じになります。まず左手の方から紹介していきましょう。それではね、いただきます。まずスープからいただきます。さっぱり、そしてねコクがしっかり出てて、やっぱね、アジサイラーメン美味しいですね。うん、じゃあ次は麺の方いただきます。熱そうだな。うん、この細麺がいいんだわ。このスープにめちゃくちゃマッチして、うん、美味しい。次はチャーシューですね。これ柔らかそうだな。いただきます。うん、うまい。うん、間違いない。ごちそうさまでした。はい、第8位は北海道ラーメン道場さんの中にあります。次はね第8位はラーメンになるんですけども、果たしてどこのラーメン屋さんが8位なのか、それでは行ってみましょう。はい、食べログ第8位のお店はこちらになります。欅さんになります。名店の味噌ラーメンですね。それではね、いただきます。まずはスープからいってみますか。次は麺の方を見てみますか。いただきます。おいしい。やっぱりこの縮れ麺最高っすね。うまい。次のお店はですね、こちらになります。北海道牛乳カステラさんになります。北海道の牛乳とカステラですね。こちらのね、左手の方が飲食店で、右手のこちらの方がね、お土産とか売られてるところですね。はい、それではですね、こちらのね、お土産コーナーの方をね、先にご紹介していこうと思います。
これがですね、定番の北海道牛乳カステラになります。このね、濃厚チーズケーキ数量限定のやつなんですけども、これね、とあるね、ツイッターやってる方がですね、チーズケーキを公開したところ、かなりね、そこで情報が拡散しまして、とてもね、人気となった商品みたいです。そしてね、次はこれですね、カステラロール、連日完売の人気商品と書いてあるんですけども、これもね、リピートのね、お客さんがかなりいらっしゃるというところで、とてもね、美味しいと話題となってるカステラロールみたいです。それではですね、こちらで食べていきましょう。こちらはですね、お金食券制になってますね。カステラドリンクセット、あとカステラロールとドリンクセット、それとソフトクリームですね。あと下の方に限定品のキャラメルですね。はい、こんな感じになってます。今現在はですね、このカステラドリンクセットにですね、カステラがね、2切れつくんですけども、そのうちのね、1つをね、このリンゴカステラにね、変更できるみたいです。今回はね、これ変えていこうと思います。はい、商品がね、到着しました。カステラドリンクセットになります。はい、まずはじめに右からですね、はい、こちらのね、手前の左側、こちらの方がリンゴカステラ、ちょっと白っぽい生地ですね。そしてこちらがね、通常のカステラになります。次にこちらの左手側、これがね、ソフトクリームになります。それと奥側にあるのがね、試食のね、チーズケーキになります。そして最後に、北海道と言ったら牛乳ですよね。これもね、どんな味するのか楽しみです。それではね、食べていこうと思います。それではね、いただいてみたいと思います。まずね、通常のカステラの方から、柔らけ、あ、でもかなり弾力があるんだな。それではね、いただきます。ふわふわ、でもね、そんなに甘すぎないですね。程よい甘みで、すごいマイルドなミルクですね、このマイルド感は。あ、舌がね、ザラーメンになってる。そこの部分がね、こんな感じでザラーメンになってますね。はい、食べた時シャリシャリしてたんで、なんだろうなと思ったらこれですね。はい、次にですね、リンゴカステラの方食べてみようと思います。あ、こっちも同じぐらいのね、弾力ですね。色がさっきと比べるとかなり白いですね。いただきます。こっちのリンゴカステラはね、もう食べた瞬間からリンゴのね、味がガツンときますね。最初に食べたやつと比べると、やっぱりリンゴが入ってるからさっぱりですね。それで味の方はね、最初のやつと比べるとミルク感はそんなにないですね。はい、リンゴの方が勝ってるような感じです。はい、次ですね、このソフトクリームいただきます。これね、食べた瞬間ね、今まで食べたね、北海道のソフトクリームって結構ミルクのね、濃度がすごい強くて濃いなっていう感じだったんですけども、こちらはね、そんなに、くどくないですね。わりかしさっぱりめな感じのソフトクリーム、そんな感じです。でも舌触り滑らか、そんなにね、甘すぎないんで、結構バクバクいけちゃうようなソフトクリームです。美味しい。そして次に北海道ミルクいただきます。さっきソフトクリーム食べたから、あー、なるほどっていう感じで分かりました。ソフトクリームがね、そんなに濃いなって感じはなかったので、ミルクもそうなのかなと思ったら、まあそんな感じですね。大変飲みやすいミルクですね。でもね、風味は結構強いので、飲みやすい、かなり風味の強い牛乳、まあそんな感じです。これもね、美味しいです。そして最後、こちらですね、試食用のチーズケーキですね。はい、
ただきます。おお、いやこれも滑らかだな。口の中とろける。これ美味しいわ。うん、すごい濃厚。もう食べた瞬間ふわっていくような感じのチーズケーキの香りがねすごい強い。これ好きな人はハマるな。まあそんな感じのねチーズケーキです。はい、いやこれ美味しいわ。ここのカステラはですね大変美味しかったので、ね、気になった方はね北海道牛乳カステラさんぜひね来てみてください。大変美味しかったです。はい、第6位はですね四つ葉のホワイトコージーさんになります。この四つ葉のホワイトコージーさんにね撮影をね相談しましたら今回はね撮影 NG になってしまいまして、お店の外観とね商品撮影することができませんでした。この四つ葉さんはね北海道の四つ葉乳業さんで有名ですよね。その四つ葉乳業さんのデザート関連をね売ってるところがこのホワイトコージーさんなんですね。そこのお店のですね人気メニューがこちらのねソフトクリームになります。こんな感じです。ちょっと溶けちゃいましたけどね。これはバニラになります。下の方にねほらスポンジが入ってるんですね。カップの方にね四つ葉のホワイトコージーさんのロゴがねこんな感じで載ってますね。はい、それではねこれを食べていこうと思います。それではねいただきたいと思います。うん、あこれ もうミルク感結構ありますね。だけどね後味さっぱりです。はい、うん、甘ったるいとか、うん、まあそんな感じはないですね。これはねすごい食べやすいですね。うん、美味しい。で下の方にはスポンジが入ってますね。それじゃねソフトクリームと一緒に食べてみます。いただきます。うん、なんかねこのスポンジね柔らかいかなと思ったらクッキー感があるようなちょっと固めなスポンジです。うん、スポンジを固くしたような感じのスポンジですね。うん、ちょっとクッキーに近いのかな。うん、クッキーほど固くはないけどスポンジとクッキーの間ぐらいの、うん、食感です。はい、はい、第10位からね第6位までのお店いかがだったでしょうか。どこのお店もねとてもね美味しくて、やっぱ北海道らしさのねグルメ、やっぱこういうの多いっすよね。うん、何食べてもね失敗がなくて大変美味しかったです。あと1点おまけという形でねこれからちょっと説明していきたいと思うんですけども、次回の動画はね第5位から第1位までなんですけど、お土産関連のしょっぱいものがねこの第10位から1位までランクインされてませんでした。まあそういうことだったので、北海道と言いますとやっぱ海鮮っていう形になるので、海鮮で人気あるところ1箇所千歳空港内にありますので、それをご紹介したいと思います。そのお店をね新千歳空港の方で撮ってきましたので、これからの動画をご覧ください。どうぞ。はい、次はこちら第11位です。佐藤水産さんになります。今回ね初めてね海鮮系の食べログの中ではね1位のねお店になります。何点かね有名な商品あるんですけども買ってこようと思います。第11位の佐藤水産いかがだったでしょうか。先ほどのね映像でご紹介しました4つのね人気のあるお土産、それをね実際に紹介しようと思ったんですけども、さすがにね4つも食べれませんので、今回ねホテルの方に2つほど私が選んで買ってきましたので、そちらのね中身の方ね実際食べてどんな味するのかなっていうところをね食レポみたいな形でねやっていきたいと思います。まず1つ目はね鮭のルイベ漬けですね。イクラと鮭のお刺身が混ざり合ってっていう形になってるもの、とてもね気になったので買ってきました。お醤油もねなんか鮭から作ったお醤油、それをね和えてるみたいな形だったので、とてもねそこがちょっと気になったのでね買ってきました。次ね2つ目はねこれです。
ニシンの切り込みです。これもね、どんな味するのかね、想像もできなかったので買ってきました。はい、私が、ね、今泊まってるホテルの向かい側ですね、セブンイレブンありますので、まず最初にね、ご飯です。これを買ってきました。やっぱね、おかずに白飯、これは絶対ありますよね。まずこれをね、ご飯買ってきました。そしてもう一つはね、はい、じゃーん、はい、札幌クラシック。これはね、やっぱこっちに来たらやっぱこれ飲みたくなりますよね。じゃあ今回ね、その買ってきたものに対してビールとご飯、これをね、比べてレビューやっていきたいなと思います。はい、まずね、鮭のルイベ漬け、こちらの方をね、ご紹介していきます。近づいてみますとこんな感じです。これはね、イクラで、じゃあ鮭ですね、鮭のね、生の身ですね、はい、あえたものになりますね。はい、こちらね、あ、これも脂乗ってそうですね、これ、いや、うまそうだね。じゃあまずね、これをご飯に乗せてみようと思います。はい、次はですね、ニシンの切り込みですね。なんかすごいですね、この色。はい、近づいてみるとこんな感じ。いやー、すごいな。麹がめちゃくちゃ入ってるので、かなり白いですね。で、ちょっと中を見てみましょうね。中を見てみると、こんな感じかな。ニシンね、生魚使ってるんですね。はい、こんな感じです。いやー、これどんな味するんだろう。まあ、麹が入ってるんで、麹の味って皆さんわかると思いますけども。そしたらね、まずこれだけで食べてみようと思います。それではですね、ニシンの切り込みいただきます。ん、コリコリしてる。あ、これ美味しい。あ、ちょっとしょっぱ、うん、しょっぱめ。ニシンのこの魚のね、身がね、コリコリしてます。はい、皮寄りのここの、よく脂身、皮の近くって脂身があるんですけども、その部分ですね、うん、そこがコリコリしてます。はい、このね、しょっぱ加減なんですけども、しょっぱいですね、結構。うん、だからこれはね、ビールと合うんじゃないかな。うん、うん、うわー、ビールはこっちだな。それではね、オンザライスいただきます。これもうまい。ご飯しょっぱいからね、ご飯多めに入れちゃおう。うまい、これうまいわ。ニシンの風味というのはね、そんなに感じられないかな。ニシンの味だっていうのはそこまでないですけども、麹とこのしょっぱさ加減、まあそんなところがね、強いですね。やっぱり塩分強めなので、このニシンの切り込み、こちらはね、ビールの方が合うと思います。で、最初に紹介したルイベ、こちらはね、ご飯の方が合うんじゃないかなと。のんべの方には、お酒大好きな人にはね、このニシンの切り込みで、ご飯好きファミリーでね、そのみんなで食べましょうっていうんであれば、最初のルイベ、私にとってはね、そんな形でお土産を買っていくといいんじゃないかなと、はい、思いました。これでね、今回の動画は以上となります。この次はね、第5位から第1位まで、そちらの動画をね、皆さんにお披露目したいと思います。今回の動画がね、良かったなと思いましたら、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いいたします。それとチャンネル登録の方もですね、下にチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。